ポジでも楽しむラジオ。ロスペラさん関連で言うと、まあ、シャディクさんとも会話してましたけれども、うん、なんかオープンキャンパスの話をしていましたよね、うん、でもなんかシャディクの暗躍にちょっと気づいてる感じのプロスペラさんだったりとか、そうね、シャディクもシャディクで本当に賢すぎるというか、本当、なんかみんなよくしたいっていう気持ちは同じはずなのに、やり方がここまで違うんだってやっぱり改めて思いますけれど、うん、まあそんなね、感づかれていようが、あの風を吹かしているシャディクさん、なんかさ、このあのミオリネとの結婚は叶わなかったからね、はい、婚約おめでとうってシャディク言うんですけどもうこのセリフすっごい腹立ちました私。めっちゃ面白くてなんかいろいろペイル社とかにも手回していたじゃないですか、うんうんうん、あのこうグエルと、うん、あのスレタちゃんが決闘している間に、うん、でこじつけたんだみたいなこと言ってて、うん、なんかよし言うぞみたいな気持ちになってたのかなみたいなね、まあ、シャディクはそんなこと思わないかもしれないですけど、ここでちょっとね、なんか聞いて言わせてやりたいのかなみたいな気持ちは一瞬あって、いやいいですよね、クーってなって、これクーってなりましたリンがね、リンちゃんリンがクーってなりました